長老教会北投げ協同は台湾台北市北投げ区にある教会堂小さな教会堂であり、全面が大通りに面しているため電線も通過しているが、小さく精巧な英国式スタイルの特色を覆うほどではない。1912年に長老教会の賃金が援助し、宣教師のウィリアム・ゴールドによって設計、建築が行われた。 建物の円は赤いレンガで飾られ、外側は小さな木造建物のような構造になっている。建物全体を見ると西洋の境界道のように長細い形をしており、入り口が狭く作られている。入り口の上部には雨よけの日差しがあり、外側が縞模様になった石灰の柱が支えている。窓は小さく精巧な作りになっており、 上部には三角形のひさしが取り付けられている。太平洋戦争中は日本政府により倉庫として使用された。この時期は台北神学院の教授が建牧する教会であったが、1946年に林祭天牧師が来た投げ長老教会の最初の牧師として招聘され、教会堂はようやく正式な牧師を持つことができた。 1962年頃には幼稚園を併設した。1963年、林牧師が要去り、高知霊牧師が招かれ今日に至っている。歴史も古く、台北市指定古籍に指定されている、教会堂であるが、現在も教会として使用されている。ありがとうございます。